キンジ、アサルトに帰ってきたのか。違う、自由履修だ。キンジ、ようやく戻ってきたんだな。帰ってくると思ってたぜ。いいぞ、楽しませてくれよ。お前らを楽しませるために来たんじゃない。キンジ、お前はアサルトに戻ってくると思ってたぞ。お前の居場所はここしかねえ。安心しろ、お前みたいな間抜けでも仲良くしてやるからな。やかましい、願い下げだ。完璧。残念だったわね、バカな。これで終わりよ。ファイヤーボール。えうわあ、ダメだよ。ジュー君、ちゃんと返してよ。返せるかこんなもん。あれ、左に見えますのが二条城です。そして右手をご覧ください。私の右手です。綺麗な手だな。どうも。いろいろあってね。またいろいろ。そう、いろいろあったのよ。青野、俺たちのルビさん泣かしてんじゃねえよ。一回締めっぞ。かわいい。おいおい、やってみるかい。やり方わかんない。誰でもできるぞ、こんなの。教えてやろうか。今度こそ本気の本気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 。しょうがねえな。ママ。まあ、アリア、この方、彼氏さん。違うわよママ、こいつは遠山金次、武帝校の生徒で、そういうのじゃないわ絶対に。それよりなんだ、大事な話って。はい、キー君、あんして。するか、バカ。武帝殺し、あんしてくれたら、いろいろ教えてあげる。あん、あん、あん。じゃあどっから始めよっか。柔らか。アリア、しっかりしろ。やべえ、戻ってこい。アリア。気がついたか、アリア。何してんの、痛い。つくね、見て見て、ハイセンスなお土産見つけちゃった。こっちの方がイケてるぞ。かわいいのはこれですよ。そうかな。そんなの全然かわいくない。そんなことないです。ほら、つくねもこのレトロなの好きでしょ。これかわいい。どこがよ。ムカさん、それは趣味悪い。何の真似だ。あちらのお客様からでござる。気にするな、俺のおごりだ。ふざけるな、どうせ毒か何か入ってるんだろう。勘のいいやつめ。一人息子が初めての彼女を連れてきたんだもの。ここは大人の対応しなきゃ。なぜ、なぜ、お茶でも抜けかけしようとしたな。それはこっちのセリフです。そうなの、つくねが女の子をたくさん連れてきちゃって。早く帰ってきて、あなた。私どうしたらいい。性教育よ、ママの子に性教育して。何とも待ってよ。つくねさん、ズボン履いてくださいです。これ雪山なんて中学のスキー合宿以来だよ。ずいぶん長い子玉だね。やっほー。
スはカバンにしまってね。これでよ。私はちーちゃんの友達で久喜まどかと申します。久喜まどかだと。俺がもっと早く気づいていれば、千冬ちゃん、千冬ちゃんの異能があれば。コスプレし放題じゃね。面白そう、やりたい。え、なんだよこれ。あ、それ私が描いたのだ。似合ってるわよ、アンロ。うん、ちゅうくんかわいい。ちょっと、さゆみさん何撮ってんすか。じゃ、次は千冬の番。お、俺の、違うって、俺が来たかったんだよ。ああ、だってなんかかっこいいじゃん。アウト。うわ、生き返る。ねえ、ちふゆかっこいい。ごめん、ちょっと思ってたのと違ってた。おーい、お前ら鍵開けろ、私だぞ。さとみ先生、ちふゆちゃん能力解除だ。うん。はぁ、あ、あれ、トモヤちゃんがいつの間にか制服になってる。いい、必ず2人以上で行動して、危険な場所には単独で近づかないようにね。それじゃあつくね捜索隊、行くわよ、ゴー。お前たちはここで待ってる。モカさん、つくね、モカさん、つくね、つくねは下がってて、ここは私たちがなんとか食い止めてみせます。よくよく見たら父、父ではないか。ちょっとみんな、人気投票じゃないんだから。あら、モカは転校生の方がいいんだ。ライバルが一人減ったな。違うよ、私はつくねが。モカさん、つくね、モカさん、つくね、モカさん。ああ、しっけー、足が長いね。少しお前が超常現象の実在を証明できたなら。そうね、何か要望は。要望、要望、じゃあ、お、おっぱい触らせてください。騒動を解決してもらう代わりにおかけに入ることになったんだ。で、俺は超常現象の存在を証明しなければならない。部活として。そう、まさに部活だ。私の胸を触る話はしないの。胸、いや、その胸を触るの。胸といっても真ん中のへこんでるとこだ。決してエロくない。そうだったの、そんなのでいいの。そんなわけはない。どっち、なぜ。私今彼にぞっこんなの。私今彼にぞっこんなの。もう食べられちゃいたいくらいだわ。もう食べられちゃいたいくらいだわ。というのは冗談で。切れた。何？天の字光太郎。全く冗談なら冗談と言う前に切れた。うがいないぞ、この程度の魔力に惑わされるとは。ヒュン。だが、話は後だ。どうしよう。いや、今の私なら勝てるはず。言葉はいらない、目を見れば。ご覧、僕の思いが君の瞳に輝く幾千の星の瞬きとなって。うっさい。こういうの流行ってるんでしょ。私のこと召し上がってもいいのよ。
ご主人様。あの手がけしてよろしません。お前もな。お前のパートナーになってやる。だから行くな。来るのが遅いのよバカ剣士。ちょっとおい、情けないわね。女の子一人受け止めたくらいでそのざまなんて。うるせえ。あのアカシアモカです。アカシア、私つくねが初めての人だったんです。初めて。あー、モカさん、それは誤解よ。エソ様の子みんなってこと。母さん、ちょっと、あんたの方がつくねのを勝手に奪ったんでしょ。奪われた。つくねの方が。違います。楽しみだね、スキー合宿。うん、向こうに着いたら一緒に滑ろうね。うん、モカさん。つくね。モカさん。つくね。モカさん。つくね。経験があるんじゃないか。よせ、それ以上言うんじゃねえ。そこいらのやつとは違う。俺には呪われし秘密の力が。うおー、やめろ。俺の中の。やめろ天王寺。いや、龍が目を覚ます。やかましいぞお前たち。これは首。母様、変形の術が見学になるっぺが。どう、あの子たち人間に化けてるけど本当は妖怪なのよ。リリスの鏡は本性を映す鏡。すごい。この鏡に映ると変化が溶けちゃうわけ。すごい特撮ね。私も子供の頃よく見てたわ。実は理事長の宝物庫に保管されていたものが盗まれて。今日は終了。銀先輩、いつもより激しすぎ。リーネさん、もしやおかしな鏡を見たんじゃありませんか。お前も撮らせてくれるのか。いい加減にしてください。おやーい。今の鳴き声は、柔らかさと適度な張りを持ったこの極上の手触り。まさか本当にツチノコが。話せばわかる？天王寺。コタロー！最低最低最低！みんな常連だ。お、この新顔、お嬢のこれか？なんじゃと、お嬢に男などわしの目の黒いうちゃ許さんぞ。え、いや、俺としずるは。